リンツはオーストリアの都市、オーバーエスターライヒ州の州都。人口は約20万人。ウィーン、グラーツに続くオーストリア第3の都市である。また、ナチスのアドルフ・ヒトラーの故郷はその近郊のブラウナウアムインである。2009年の欧州文化首都に選ばれている。世界で最も古いケーキとも言われる、リンツァートルテ発祥の地としても有名である。ドナウ川沿いに位置する商工業都市。近隣の都市としては約70キロ北西にドイツのパッサウ、150キロ東にウィーンが位置している。古代ローマ帝国によって設けられた砦がリンツの起源である。8世紀末にリンナという名称が資料に現れる。13世紀に都市特権を得た。15世紀には神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の居城が置かれた。18世紀後半に司教座が置かれ、学問、芸術の中心地として発展していった。1882年にドイツ系民族主義運動の綱領が発表され、1926年にオーストリア社会民主党党大会が開催された地として知られている。第二次世界大戦中のナチス統治時代にはヒトラーの故郷に近かったことから、巨大な美術館を建設する計画などがあったとされる。また、ヒトラーは大戦勝利後にリンツの街を都市改造し、ヒトラポリスに改名する計画を立てており、巨大なリンツの模型を作らせて、相当地下壕でも開かずに見ていたという。第二次世界大戦後は、ウィーンとドイツのミュンヘンをつなぐ結節点として、工業が飛躍的に発展を遂げる。郊外に建てられた聖フローリアン修道院が有名である。教会のパイプオルガンの下にはアントン・ブルックナーが埋葬されている。モーツァルトも一時期居住し、市内にモーツァルトハウスとして旧宅が残る。現代のリンツは現代芸術の振興に特に力を注いでいる。毎年開かれる世界的なメディアアートの祭典アルス、エレクトロニカの活動拠点アルスエレクトロニカ。センターにはミュージアム、ラボ等が設置されている。また、ドナウ川市には現代美術館レントスがあり、アルスエレクトロニカセンターとともに、リンツの芸術文化活動の中核的存在となっている。演劇活動の盛んな街としても知られており、こうした先鋭的、総合的な芸術文化活動が評価されて、2009年にはグラーツに次いで、オーストリアで2番目の欧州文化首都に選定された。町の中心の小高い丘には、リンツ城があり、木内は、オーバーエスターライヒ州立博物館の一部として公開されている。ありがとうございます。